像一颗海草，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 随波飘摇，海草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 ，浪花里舞蹈，海草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 ，管它海浪惊涛，我有我乐逍遥。はい、皆さんこんにちは。常爺の親父のため息の時間になりました。日本では88夜、そして親父のため息も88回目。すごいですね。88夜と88回目重なっちゃいましたよ。スペシャルじゃないですか、うん、スペシャルですね。皆さんため息ついて落ち込んでませんか。中国が、反感政策取ってる。ほう、知ってました？中国の反感政策。初耳ですね。初耳でしょ、私も初耳だったんですよ、読んでて、そしたらね、中国は反感政策で、中国にはだから韓流ドラマとか、韓国文化ノーよって、だから K-POP もノーよって、で中国人が韓国に旅行するのもいけないらしいですよ。おお、それはパスポート持ってねえからかな。違いますね。じゃあ、あの捕まっちゃうらしいですよ。へえ。だから、で、なんで韓国嫌いらしいんですよ。へえ。お、中国人は韓国嫌いなんだ。結構韓国嫌いな人多い。で、デイキレイなんだ。もう嫌いの上に台がついちゃう。そう。だからね、どうもね、韓国のね、あのほら、あの対外工作費が通用しないんじゃないかな。ほら、ヨーロッパ、対外工作費か。ヨーロッパで、ほら、K-POPのやつらが、こう金ばらまいて売り込んだんだけど、やられて、そう、さんくらった、あったりするんですよ、この間。あれと同じように、やっぱ中国もダメみたい。だから韓国の K-POP 喜んでるの日本人ぐらいらしいですよ、最近は。その喜んでる日本人がおかしいって書いてありましたよ。ああ、中国に。だって非売者で不買運動されて、行くな、使うな、買うなみたいに言われてるわけでしょ。日本製品買うんじゃねえって韓国って言ってんだよね。そうそう、で日本にこうやってきて、韓流乗ってるまだいる人らしい、いる人みたいな、それがおかしいだろうみたいな書いてありました。バカかみたいな、名前が出てるんだよ、バカだって。これは青春の大会、常爺、青春はいかがでしょうか。この判定は、青春の判定。そんなな、バカに乗せられてるようなやつら青春じゃねえぞ。オーケー。そうそう、青春じゃない。青春じゃない判定出ましたね。みんなあの文化に住まれてるじゃないですか。キムチもね、自分のところ発祥だって言ってますよね。だってこの間の渓谷はあのあれだそうですよ、桜も。ね、なんかね、あのソメイヨシノがチェジュ島でできたらしいですよ。江戸時代にできたソメイヨシノは昔、大昔からチェジュ島にあったんだって。おお、たく、勝手に作ってんじゃねえっつんだよね。作り話得意なのかね。基本的に嘘つきだから。嘘つきなんだ。ダブルスタンダード。そういうでしょ、ダブルスタンダード。嘘つきだな。嘘つきだって、ダブルスタンダード見てね、ジャキさんね、日本にもいいじゃないですか、うって、うかつく人。ダブルスタンダードね。絶対ダブルスタンダードですよね。とんでもねえな。不買運動、嘘つき。で、あと、なんだ、企業が訴えられたとか、いろいろあるじゃない。あんなのさ、もう何年か前にね、約束したじゃんね、もうそれも済んでますよってさ。だから、それ蒸し返しやがってな。面白いのは、その自分慰安婦とかの問題を、ね、アメリカが仲立ちしてもらって、ね、日本と。まあもうやめようよって、じゃあお互いにそのサインしたわけですよ、もうやめようって決めたわけ、で契約交わして、でその交わした時にオバマ政権でやったんだよ、アメリカの。でそのオバマ政権の時にそれ担当したのが副大統領のバイデン、そのバイデンが今アメリカの大統領になってるわけ。そうなったら渓谷嫌いなわけよ。お前違うだろ、俺が言って仲立ちたのなんで外すんだよみたいな。そりゃそうだ、本当約束守んないもんね。でね、もっと面白いんですよね。最近ね、そのネット上で騒ぎ、にぎわしてるのは、アメリカのバイデンが日本の総理大臣とすぐ電話会談したわけよ。で、ムンちゃんのところに電話かけなかったわけ。ね、2週間ぐらい、何週間とか。で、その間に中国からお誘いがあって、近辺のところにムンちゃん電話がかかってきてね。その時に、何、いや、中国すごいですね。世界だん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 世界に影響力を持って素晴らしい、共産党100周年おめでとうございますから言っちゃったの。ムンちゃんが。ムンちゃんが言っちゃったの。おべっか使ったんだ。使った。それをね、それをやっぱりやばいと思ったんだよね、同盟国からほら、アメリカに対して。で、黙ってた。黙ってたんだけど、中国政府が英文で発表しちゃったの。英文で発表するのやらしいよね。ムンちゃんからこんな電話かかってきちゃったっつって。英文で発表しちゃったんだ。向こう、中国から。
いやそういうの発表しちゃうっていうのもすごいね。やらかしちゃった。あれ策略ですよ。お、普通さ、首脳から電話かかってきて、ね、その内容って言っちゃうもんなの。いやだから本来はだからこういう電話をいたしましたと、うん、会談をいたしまして、うん、で韓国からこんなこと言われてよかったです嬉しかったですってことを起こしてくるじゃん。普通にコメント出せばいいのにね。そうだ、普通のコメントだよそれ。だからそういうことに乗っちゃったわけだよね、ムンちゃんバカだからね。こういうの青春とんでもない、お前に青春となる言う言葉はさしくねえ。はい、スネちゃんあれ知ってる？知らない。クワット知らない。クワットって知ってる？知らない。テキさん知ってますよね。聞いたことありますけど、ね、クワットってほら、日本とオーストラリアとどこだっけ、あ、知ってる知ってる、うん、ね、うん、繋がってるやつね。繋がってるクワット、うん、クワット、クワット、うん、あれ韓国、4つだからクワットでしょ、クワットロ。そう、ね、で、うん、要するに知ってる知ってる、うん、あれは、ね、思い出した、うん、あれはなんかNATO みたいなもんで、太平洋上の、うん、いわゆるそのこっち側の太平洋上の NATO みたいな、北大西洋条約機構みたいな、あの感じだよね。ほんでね、クワットにプラスワンで一回なんか警告誘うかって話があったらしいよ、アメリカの。へえ、一応同盟国だから、うん、でも向こうやっぱりあいつやめようって、やめてみたい、うん、正解でしょそれ、それ青春。ああ、正解正解、青春青春青春、青春、ね、うん、青春。やっぱバイデンさん青春してるよ、青春ね。でそしたらその後ね、あれらしいよ、今度はイギリスがプラスワンでクワットに加入するみたいよ、うん、へえ。で5になっちゃうんだ、プラスワンだから、プラスワン、プラスワン、クワットプラスワンだから、本当ワンが一番ね、だからかんだ、ね、バカでしょうね、どこの隣国はね、本当にそんなの結構ネットで話題になってますよ。うーん、やっぱり入りたいんでしょうねやっぱりね。いやだから入りたいけど、うん、あの国はほら経済を中国に頼ってるじゃないですか、うん、で日本が スワップ協定結ばないでしょ、うん、ドル建てでドルを貸してあげるよっていうのやらなくなったから、うんうんうん、だってあんだけ嘘つかれてさ、うん、訴えられてさ、それを日本語じゃあいいですよドル貸してあげましょうなんてやれないじゃん。あんなお人よしのことはできないよね、できないね。麻生、麻生財務大臣が、うんうん、だけどなって門前までしちゃったでしょあれ。これは青春ですか。青春だ、青春だ、うん、青春してるね。そうそう、どんな話があってさ、うん、あれらしいよ。はい、泣き真似得意だよねあっちの国ね。なんかやってると誰かが泣き声がでかいのと泣いてるのから、要するに正義はそこにあるみたいよ。だから自分の国で変なのだから違う、うん、一番いけないのは自分の国で通用することを外に出すからうまくいけないんだよ、うん、どうですかジャッキさん、ね、で国際社会の仲間にしちゃダメですよねってたこれ捨て鋭い指摘なるほどね、そうですね。でそんな中でだからほらまだ韓流だやれ K-POP だやれそのねドラマだ映画だってねやってんじゃん、うん、おかしいよって中国人に言われて、中国人も嫌いやま好きな感じはしないけども、その人たちも言われちゃってるっていうのはちょっとね、うん、なんか情けないもんなんですね。日本は韓国にひどいことされてんのに、うん、なんで K-POP だドラマだ見てんのってね、うん、おかしいよね、おかしいよね、うん、おかしいよね、だから注意した方がいいよね、言われちゃうよね、本当にさ、うんうん、あれは中国に言われたらお前だよね。中国に言われたくないよねって感じだね。日本ってのはね内需が優れてるんで、うん、これなんで日本で内需が優れてるって話難しい話だけど、うん、日本ってほら中小企業がすごいじゃない、うん、ね、中小企業がで、うん、それはアメリカが来て財閥を解体したわけじゃん、 GHQ が、おうおう、 GHQ が財閥を解体して中小企業を育てたもんだから中小企業の底力がすごいわけですよ。だから渓谷は財閥ばっかりだから中小企業は育たないわけよ。うーん、だからいざった時になると足腰が弱いわけ。ああ、じゃあその財閥はどうにかできないの、韓国の財閥。だってこの間のサムソンの副社長、実質の経営者捕まってるもんね、うん、捕まってますね、捕まってます、ね、逃げたし、海外に行っちゃったらね、うんうん、だって そいつが捕まったって会社ビクともしないんでしょ。いや決定権がないもん、ね、なか代わりの人間いくらでもいるんじゃない。いやいや一族だからね、一族系だからそこもね、うん、分かんないけどね。でも逮捕されてよかったな、うん、次は俺がトップだなんて思ってるやついるかもしれない。いや一族の中でいるけど今でもそんなことないじゃないですかね、うん、
もともと日本にべったりの国だったんだよ、ね、企業だったの、サムスン。日本べったりだから捕まったんだけどね。でっかいビルありましたもんね。ありましたね。で結局だからサムソンの持ってるドル取り上げたんじゃね、でそれ使ったんだよね。ドル取り上げちゃってね。へえ、はあ、金なくなったら取り上げちゃうんだ、そういうそういうとこから独裁政権、はあ、ひどいね、ひどいね。韓国の方々もいい加減気がついた方がいいね。気がついてる方もいるけど、だ基本的にだってほら、うん、反対するのは若者だから、うん、お若者がね、なんで若者に反対するかっていう話をするとさ、若者ってほらあの反日教育受けてるからね。ねえ、ね、もう教育の事態からちょっとね。そうだからその若者が反日で動くわけですよ。あ、でその問題はその反日で動いた若者に主力口がないで、働き口がないで狙われてる。そんなのが今の状態になる。はい。話しましょうね。いやもう時間のうちの話だけど、まあうちダブルスタンダードお札くんですよね、ちょっとね。でちょっと見たって、じゃあ誰見たんだって人も答えらんないしね。ああ。ですよ。ちょっとぐらい見てよ。先週来たかったじゃんね。今度聞いた方がいいぞ。聞いた方がいい。うちの話は年間ないんだ。いや最近ほら来ないから会わないんですよ。会わないんだね。いやちょ、聞いた方がいいぞ。もう来ないしね。ケビン会ったら聞いてください。サル仙人さんま頼んでたらいい。そう。ケビンからサル仙人に聞いといてって言って、でも聞いても無駄だと思う、ちょっと見たっていう答えは。要するにさ、あのね、うっちの場合はその時だけ言い逃れできればいいの、だからの喉元すぎれば暑さ忘れるとあれですよ、散歩歩いたら聞いた話忘れるとか、だってあれであるところの会員にね、紹介者の会員に入会してくれるっていうから、うっち行ってねっつったら1年間行かなかったんだよ。でついこの間、行ってねって、これ青春、行ってやんな、つれちゃう、リクエストしてくれるときはうっちは青春、しかし今は番組を見なかったら、てめえなんか青春じゃねえぞこら、うっち番組見ろお前、しょうがねえな。歌好きだねこの親父。ま、けど切ない石だった。こらこら、フルコーラス行くんじゃねえだろうな。もう時間がないから行かないけど。はい。ということで最近、下手方今日もだって歌ってないよね。あの人ね。おお、だってリクエスト来ないんじゃないの。来るの。来るの。へえ。何通ぐらい？十通ぐらい来るんじゃない。あ、すげえ。へえ。じゃあまた来週。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。アッパーズのあさちゃんでした。なほでした。まったね。